ミルク作家アカデミーでございます。井上真と申します。ノーミルク佐藤です。はい、今日もノーミルク佐藤先生プロサッカーデータマンと一緒に進めていきたいと思います。いろいろ教えてくださいね。よろしくお願いします。さあ今日は何ですか？ポルトです。お、ポルトの台所事業シリーズでございます。台所事業シリーズやっていきたいと思います。さあ図解で分かってしまう先陣分析とね、はい、新シーズン先取り情報でございます、はい、どんなメンバーになっていますか？開けていいですか？はい、ドン出ました。冷蔵庫が開きましたけれども、あーなるほど。というわけでポジション別にねお部屋が分かれておりますし、色でも分けてございます。そしてですね、縦軸は年代ですね。下が若い、上が熟成素材ということでございまして、はい、表の見方に関してはね他の動画に任せておりますので、はい、見ていただきたいと思います。さあ先生教えてください。お願いします。よろしくお願いします、うん、で、はい、まずあれですよ。何ですか？左上をご覧ください。はい、左上カシータ。わー、カシージャスがすごい。アテネアニ世代というか、うん、あれですね、カシージャスと中島翔也が同じチームですよ。本当です。これは巡り合わせですな、ね、だからまあもちろんマンチェスターユナイテッド、もしくはドルトムントの、はい、香川真司だったりだとか、はい、インテル長友、うん、もしくはミラン、はい、ホンダなんてのもちろんすごかったけれども、そして久保、阿部という2人もすごいんだけど、そうだね、これはすごいことですね、はい、ポルトは言ったってポルトガルナンバーワンチームですもん ね、うん、で背番号10。いやこれは素晴らしいですわ。はい、楽しみですね。で、これ見ていただきたいんですけど、はい、いろいろと大変なことがあるチームだなということをまた一つ思っちゃいました。カシージャスさん、確かにまずゴールキーパーからね、はい、行きたいんだと思うんですけど、はい、カシージャス確かにいるんだけど、はい、ちょっとなんかね一回あの倒れられたとかもあったじゃないですか。そうでした、そうでした。なんで、うん、もう正直もう主戦でやっていくにはやっぱりもう、なるほど、厳しいっちゃ厳しいところもあるよ ね。ちょっとまあチームリーダー兼コーチ的な面もありながらっていう形になっていくんですかね。ねと考えると、キーパー足りるかと、うん、そうですね、で1人なんかプラスここに今乗せてない人で、はい、ユースの選手がユースからの上がってくるのが1人いるかもなっていうのがあるんですよ、はい、と考えればまあ4人いるかっていうので どうにかですけど、うんうんうん、もう1人ちょっとベテランいてもいいような気はしますけど ね間ぐらいにね、北京弟ぐらいにいてもいいかもしれない、ね、ただもしくはカシジャス選手のことだから逆に思うばかった上で取らないという可能性もあるかなというのは、ほうほうほう、はい、ちょっと思っちゃったかなというところではありました。ほうほうほう。で続いて、うん、サイドバック少なくないですか？あ、いやいや、もうこれは誰が見てもだって3人しかいなかった。いやもうだから思われですよ、もう一つのチームを経営していくにあたってのやっぱマーさん見方がだんだん出来上がってきてるんですけど、ありがとう先生のおかげで。さらにねこれ見ていくとなんですけど、アレックステレスはチャンピオンチームでしょ、だってアレックステレスは左サイドバックなんですよ、うん、でサラビアとマナファが右サイドバックなんで、うんうん、左サイド1人しかいないですっていうことになりますよね。でただセンターバックの選手が、はい、あのサイドバックもできる選手が本当は多かったりするので、大丈夫かなとは思うんですよ。だって合計で8人と考えればまあ、ほうほうほう、うん、にしてもじゃねえかっていうのは、ね、ちなみにこのペペっていうのはあのペペですか？あのペペです。メッシの手を踏むペペですか？あのペペです。あ、そうですか。カシージャスとセットでいるんですね、ここに。そうです。おー、レアルにいましたね。あとまあね、こちらも有名なイヴァン・マルカーノ選手だとかもいるので、ディフェンダーにはかなり、その特にセンターバックにはかなり下の、ね、有望株も含めて、まあ、実力者も含めていらっしゃるというところだからこそ、サイドバックもう一人誰か取ることができたら結構大きいんじゃないのかなと。まあ即興ポイントでありますよね、やっぱりね。うん、そうなんですよ。でさらに、はい、今度ボランチに目を移していただきたいんですが、はいはい、ここもそんなにまだ人がいないんですよ ね、 そうですね。というかおそらくはこっから人が入ってくるんだと思われるんですよ、現状考えると。一番ここに補強するんじゃないかと。そうなんです、うん、プレミアリーグなんてだってここにね8人ぐらいいますもんね。そうなんです。このぐらいの世代、この23から28ぐらいが全部埋まってますもんね、プレミアリーグのチームは。そうなんです。だからまだなかなかいないなというところではあるんですけ ど、だから一つ言わなきゃいけないことがあるんですよ、うん、はいはい。オフェンスの選手、特に最前線のフォワードには4人いるでしょう、ただこのウイングとかサイドの選手もなんかちょっと少ない、まあ、少ないよね。ちなみにちょっと気になるんですけど、ブルーノ・コスタ・ルイス・ディアスっていうのは一人の名前じゃないですよね。はい、ブルーノ・コスタ選手とルイス・ディアス選手、ね、ああそうか、ごめんなさい、そこで分かれてるのね、はい、ごめんなさい、ごめんなさい、ブルーノ・コスタ選手とルイス・ディアス選手、ね、はい。おそらく中島翔也選手は左サイドハーフまたはウイングをまあやることになると思うんですけど、うんうん、ほぼもう決定なんでしょうね。もうドレギュラーってことよね。ドレギュラーです、もうライバルもいない、いないというかもう一個も任したよって感じですね。だから中島翔也でこけた場合、はい、言い方あれですけど、日本人だから言えるけど、中島翔也選手のこの獲得でポルトがこけた場合、うん、やばいっすね、うん、
そうですよね、中心選手として迎えてる本当の10番ですね。でも逆に言うとボルトって結局そういうので毎回毎回やってきたチームだから、スカウティング網だとか、うん、そういうなんだろう、日本でいうその鹿島アントラーズとかみたいにしっかりしてるわけですよね、確実なやつを取ってると、うん、だから、うん、ポルトのお墨付きがある選手なんです、ね、そこの評価して反抗してもらってるわけだもんね。だからまた数年後には活躍を認められれば、すごい、そうだよね、その上もある、この上って言ったらもう10チームもないでしょ世界に、ないね、ねすげえ、この前来たよと。だからこそ左のやっぱりね、あの日本代表、特にコパアメリカでもそうでしたし、はい、普段日本代表戦でもそうでしたけど、うん、中島翔也選手はちょっと守備を免除してもらえるところがあったりします、うん、ただ日本代表だったらその代わりに、うん、特に彼が出場した試合で言ったら長友佑都、はい、とかもしくは佐々木翔、彼の裏をケアする人たち、そう、うん、またはコパアメリカだったら杉岡大杉岡取った方がいいんじゃないですか、ポルトありじゃない、ね、でも本当にそう言えるぐらいなんですよ、ね、世代的にもハマるし、世代的にも今東京世代あたりのサイドバックが欲しく、そうだよ、ね、左サイドバックが、そういうことだよね、杉岡でございます、一番日本人だったら杉岡がいいでしょ、これに入るんだったらベストです、ベストですよね、うん、あそんなこともすっと分かっちゃう、この表のいいとこですよね、そうなんです、なるほど、ね、中島翔也選手の後ろを任せられるような、うん、守備のできるサイドバックがいてくれれば左サイド結構完璧ですね、はははそういう心強いしですもんね、中島翔也的にそうなんですよ、ね、そこが取れれば OK かなと、はあはあはあ、でフォワード陣はもうね、はい、あの真ん中しっかりしてるところがあったりするんで、うん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 、あとはもう本当に今言ったようなサイドバックとあとボランチのところが、はい、メジャーなフォワードなんですか、前の方は、そうですね、となって入ってきてくれれば大きいよねというところが今回のこのポルトのところから分かったよと、なるほど、よく分かります、ね、あとただもう一つあるのがやっぱりこのポルト、はい、で同じように、うん、今他のね、そのポルトっぽいチーム、そのベンフィカとか、うん、あと似たようなところ、同じね、そのステップアップチーム、はいはい、ステップアップ系の、チームって言うんですか、うん、ヘントとか、うん、ベルギーで言ったら、うん、とか、はい、ヘンクなんかもそうですけど、はいはい、やっぱりその日本であのこのね、一番いいのはその左上からこう右下にこう下がってくる、あ、はいはい、年齢分布が、ね、鹿島的なね。そうそう、はい、だといいなって話ではあるんですけど、うん、ほぼあれですよね、1991から4あたりのところにほぼ固まってるっていった、うん、そうですね、うん、ところであって、あとはカシージャス選手とかペペ選手、はい、または逆にディエゴ・コスタ選手とか、うん、ジュゴ・ケイロス、ディエゴ・レイテ選手だとかのように、はい、若い選手がいたりだとかっていう風な形になってるので、さすがの人員管理ですね、これはね。そうで、これ実はこれ理由もしっかりしてるんですよ、はいはい、ドイツなんかもそうだったりするんですけど、うん、はい、あの日本と同じで U23 チームがあるんですよ、うん、ポルトガルには。なるほど、だからちょっと今回扱わないかもですけど、あの以前あの柏の U18 から、うん、あのベンフィカの移籍したコクボレオブライアン選手というのは実は正式に言うとベンフィカの U19 チームに今いるんですよ。なるほど。その後に U23 チームに行った上でこのトップチームに上がってくるってところがあるから、そうなんです、だから今この1996年より上の世代がやっとトップデビューみたいな感じになってくるんですよ。さらにその中で超有望株だけ、あの日本で言ったらその久保建英選手のようにちょっとチラッとこうやって現れてくることがあるよと。そっかそっか。それもあって、あとはポルトからのステップアップのところでこの24歳から27歳、8歳ぐらいのところが多くなってくるんだよってところが、はいはいはい、分かりましたという話でございました。なるほど。何にしろね、このポルトというもう国際的に有名なポルトがナンバーワンチームと言っても過言ではないですよね。ここにエースとして中島翔也がいる。あれ？ちょっとあれですか？中島翔也の翔也ってこういう字でしたっけ？はい。書道の翔にひらがなの矢じゃなかったでしたっけ？これ違う。なんかね、ありましたね、入団のねムービーの中にありましたけど、ぜひググってみてください、ね、はい、で、このポルトなんですが、はい、今ねあのマーさんからも、はい、ポルトからナンバーワンチームとのお話がありましたが、はいはい、昨年はなんと優勝を逃してしまったチームにもなります。そうだったですか、はい、でなのでベンフィカ、ベンフィカです。あ、そう、なんでベンフィカは、チャンピオンズリーグストレートイン、そういうことか、なんですけど1枠しかないのか。そうなんです。なるほど。なんでポルトは、うん、その代わり CL の3回戦からいいじゃない。だから早くから見れる、ちょっと早く見れますね。いいね、はい、なんで楽しみに皆さんしておいてください。分かりました。おそらくはだからこの動画が出る1週間ぐらいでは、うん、今度は
中島翔也選手のこのポルトの初陣を見ることができるかと思いますので、こうしかも公式戦という形でね、これは寝てなんかいらんねえや先生ね、え始まりますよ、底辺だ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 と。ポルトガルは他にもね、マリティモの前田大然選手だとか、ね、あとはポルティモネンセ安西幸喜選手と権田修一選手もいたりもしますから、皆さん本当にいろんなところね楽しみにしながらポルトガルリングも楽しんでいきたいなと思います。毎回このね J リーグもありましたけど、台所事を聞くたびにこう本編がね、リーグ開幕は楽しみなここ何日かでございます。先生ありがとうございます。はい、というわけで、ポルトの台所事をお送りしてまいりました。先生ありがとうございます。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録してください、お願いします。毎朝いろいろ出してますんでね、はい、6時半に出てると思います。ということで、ライブ配信そしてね生ライブなんかもあります。ぜひ皆さんね来てください。今出てるの詳しくは概要欄ご覧ください。いろいろやってます。はい、はい、というわけで先生ありがとうございました。ありがとうございました。ノーミルクサトルでした。はい、いってらっしゃいませ。いってらっしゃい。